それでは皆様おやすみなさいませおお BGM が始まった本日は11人最大トーナメントルールで人狼ゲームを遊んでいく最大トーナメントルールは人狼が2人強人が1人しかおらず村人陣営が少し有利な配役となっている今回羊飼い系の役職は霊媒師 質疑応答、順番投票という少し変わったルールの最大トーナメントルールにおいて、どのように勝ち振る舞うことになるのだろうか。今日も夜が明ける。それでは、話は4分間で開始してください。どうぞおはようございます。おー。です。いいですね。はい<ー>。うん、あとはお好きにどうぞ。す。おし7、はい、イ,イです。 まあ出ますかいじゃあ、白崎をよかったら、じゃあ、出た順と逆にいってみましょうか。あ,あちなみに、ほかにも太鼓いないっていう形で大丈夫ですかね。はい、じゃあ、ここまでで締め切って、今木さんからじゃあ、お願いします。8番、圭介白です。慎太郎さん、人間です。えー新さんが人間えー、今木さんが圭介さんにしろ。えー新太郎えー、柴健さんが慎太郎くにしろ。というような形で。 じゃあ、それ以外の人から今日は投票対象になります。はい。はい。6人。はい、うん。順番投票よね、今回は。はい。はい、うん、前からですね。私から順番です、ね。できたら K 君に話しかけて決めるか決戦投票にするかの指示を仰いでほしいかなと思ってるくらいあ、わかりましたああとはあれですね、前半の人ちょっと申し訳ないんですけど何だろう調整のために後ろに入れるみたいな結構やめてほしくてまあ難しいと思うんですけど<ー>明確に怪しいと思ったとこに入れてほしいです任せてちょうだい任せてちょうだい <laughs> うわ<ー> <laughs> <laughs> え、それ前半が反応するんだと思いましたけど <laughs> いや、もともとそのつもりだったんですけど。う,うん。あれでしょ、今の、怪しい人見つけて投票しろよってプレッシャーをかけられたってことでしょああ、そうです。おっしゃる通りです。そんぐらいには答えないとね。でも、後半の人が喋って白くなってくれへんかったら、普通に入れるよ。は,はい、入れます、うん。もしくは V さんがね、人狼でそういうふうに言った可能性もあるけどね。うん、まあ、その、票調整のための投票はやめてほしいって言うだけですね。OK、うん、です。ハイブリさんのワーは、あれですか、プレッシャーのワーですか なんの、いつはって言った。わ、わーって言いますんでしたなんか流れて多分俺とマイマイが任せてちょうだいって言ってから、わーって言ってたね。あ、もう。あ,あいや、その後に普通に不安やわって言ったで。あ、思いますかなんか聞こえてなかった。<ー>すごめんえ、ちゃんと聞いてよ。聞いてないでください。<あ>話しません人は人狼です。<礼>違います。とはいえ、どうしようかな。カラマさんとか今、どうです あそうですね、特に何も思 <laughs> ってないですかね <laughs>。<laughs> 前々さんと梅犬さんがなんかやたらとやる気なのは前半時だからっていう理由なんで、別に要素としては取れてないです、現状は。<laughs> <laughs> 一応、じゃあ、なんかグレー、なんか喋ってても何も発展しなさそうやし、今木さんが出ようか迷ってた理由だけ聞いてもいい <laughs> あ三3周目になったらいいなと思ってました。 だけです。すいません。はい。ん、やどうしようかね。今助さん、なんか思うこととかありますまあ、僕からも特に何もないんですけど、まあ、雰囲気序盤の人は最初の返しだけですけど軽かったので、このままだったら、まあ、質問とかにもよりますけど、後半に入れそうかなとは思ってます、今のところ。ごはん、僕しかいなくない じゃあ、ク、うん、ラスマさんとかもこう見て。あ<う>あ。一応<あ>。どうぞどうぞ。いや、なんか、イチャモンじゃないですけど、ハイブリさんの不安やわって言葉をなんだろうって考えたときに、僕とマイマイの人間が透けてて、僕たちが本当に人狼できるかどうかっていう不安。本当にこの人間たちは人狼に投票できるのかっていう不安っていうので、 僕と前々の人間好けでいるハイブリさん、人狼っていうのがちょっと頭によぎったので、今のうち口に出しておく。強引かもしれないけど。名、まあ、も言寄せないんでね。うん、私、逆にとって結構、ハイブリさんが白いのかなと思ってました、それで。逆だとどういうふうになるこれ。ハイブリさんが単純に村人で、ちゃんと投票を人狼にできるのかなって不安になってるいや、ボケです。<laughs> <laughs> なるほど <laughs>。そうですか。 <laughs> なるほど。話し合いは終了です。日は暮れて今日も一人容疑者を処分する時間が訪れました。ゲームマスターに名前を呼ばれたプレイヤーは怪しいと思うプレイヤーの名前を告げて質問してください。質問の回答を聞いた上で誰に投票するか決定いたします。投票されたプレイヤーは投票数がわかるように投票された数だけ指を立てて全プレイヤーに見えるようにしてください。最後に投票時の10位です。投票の際、 発言ができるのは、質問しているプレイヤーと、質問されたプレイヤーの2名のみです。それ以外の人は、自分の順番が回ってくるまで発言してはいけません。それでは1番、マイマイさん。どなたに質問されますかいもすけさんでお願いします。はい。あの、いもすけさんの中で、後半って言ったら V さんしかいないなくないですかっていうような流れがあったと思うんですけど、いもすけさん自身は、後半表にカラスマさんも入ってるっていうふうに答えてたと思ってて。はい。 どの認識から後半と思ってましたかつ、今の推理を教えてほしいです、うんうん。なんだ、その白先、崎霊媒師が4、5、6って言って、グレーが1、2、3と7、9、10なので、7、9、10を後半という認識だったので、カラスマさんか V さんに入れようと思ってたんですけど、うん、まあ自分が結構後半番手やから、それまでに会話で見えてくるものもあるから、また変わるだろうなとは。 思いましただ、うん、初日の最初の所感はそんな感じだったっていうだけです。じゃあ、1、2、3の、まいまい梅圏ハイブリさんの軽さは全て人間だと思ったっていう結論ですか、現状あと、あの時点では、人間よりかなって思ってた、うん。なんか、より具体的になったりしますか,か,ますかいや、なんか、行くぞっていうノリと、ハイブリさんの A は引っかかったんですけど、不安っていうのは僕も人間感情かなって、初日の時点では取ったので、うん、っていう感じです。うん それでは、マイマイさん、はい、どなたに投票されますかイモスケさんに投票します。<ー>イモスケさんに1票目が入ります。<ー>では、続きまして、2番、梅健さん。どなたに質問されますかはい、カラスマさんで。はい。えー、カラスマさんしてで、今、ハイブリさん人間で見えてて、うん僕とマイマに評価ってどうなってます難しいと思ってます。 あの占いをだから正直な話を言うと前半に占い使って後半組から釣ってほしいなと思ってて、うん、現状は B さんとイモス助さんだったらイモス助さんの方に投票しそうっていうのが今のところです。うん、なんか差はありました、まあ、B さんの、まあ、最初に言った印象が良かったですかね、あのー、投票を調整しないでっていうのは私はその通り同じことを思ってたんで、うん、その。 ビサで決まってます。今のところは。うん、うん、なるほど。それは前半一置に人間が多そうだから占いを飛ばしてほしいっていうことですかどちらかというと。いや、わかんないんですよ。なんか精査が難しい。正直、マイマイさんと梅犬さんに関しては。で、今日なんか投票入らなそう,うそれでは、梅犬さん、どなたに投票されますかうん。 ハイブリッドセンサーに1票目が入ります。それでは3番、ハイブリッドセンサー、うん、どなたに質問されますかんと ?V さんで。はい、うん。入れてほしくないのは分かったんですけど、V さんからの精査の方が聞けてないから聞きたいなと思ってます。うん、はい、2つぐらいあります。まず、昼議論中は、唐沢さんの印象が良かったですかね。まあ、ハイブリさんを結果、白くしたんですけど、なんだろうな、なんかシンプルにわからない。 っていうのが、オオカミでも僕は疑いづらい発言かなってなってしまったので、なんか印象がいいんですけど、ただ、さっきの占い誘導と、投票先がこっちに向きそうなので、ちょっと分からなくなりました。で、投票するなら、芋介さんかなとか思ってました。僕と烏丸さんを落としたいって言ってるからぐらいしかないですね、初日は。うーん、そっか。了解です。まあ、烏丸君になんで白木されたかは、僕は、えっと、梅犬の僕投票の多分理由と、烏丸君のあれって、不安っていうあれでなったと思うんですけど、 僕、あれ、ボケなんで、<laughs> 単純なだから。一切精査に入れてほしくなく、<laughs> ねね、どちらかといえば、柴犬に対しての票を必ず、ケイ君に価格にしてくださいという、柴犬に対する、強靭、真かもしれへんけど、強靭懸念であったりとか、そこら辺の方を誰も評価せずに、一票入れてる梅犬の方が怪しいと僕は思ってるから、梅犬に入れ替えします。以上です。それでは、ハイブレッド戦さんどなたに投票されますか <laughs> 梅犬さんでよろしいですか梅犬さんに一票目が入ります。 では続きまして4番、今木さん。どなたに質問されますか5番の慎太郎さんでお願いします。はい。ちょっと軽く僕が思ってたことと言いたいので、その後慎太郎さんの意見を聞きたいなと思っての質疑応答です。はーいベース柴犬のことは強靭だと思ってます。11番で人狼で出る必要がないと思ってるので。 で、えっ、ー、と、初日の最初の段階で、えっ、ー、と、烏丸さんか伊ス助のどっちかを処刑したいなって思ってました。で、それ以外占い値に当てようと思ってたんですけど、投票最後と失えっ、ー、と、投票最後と失業途中含めた、えー、カラス烏丸さんの印象が非常によく、伊ス助に投票しそうだという、今、グレスケです。はい、慎太郎さん、思ってることあったら教えてください、精査したいですあ僕も伊マクさんと全く同じ流れ柴芝県三心境から、伊マクさんは全部ある。 で、議論時間中で一番人間だと思ったのがハイブレさんで、僕はイモスケさんもあんま処刑はしたくないなって思ってます。うわ、同じです。えっと、占いが心境だった場合に、まあ、イモスケさんがまずカラスマ V と繋がらなそうまやまヤさんとも繋がらないなと思ってるんで、まあ、イモスケさん、現状は白色の考え、僕は。なるほど。現状は。ほほほほ,ほ、うん、理解。それでは、今木さん、どなたに投票されますかああすいません。イモスケに投票します。イモスケさんに2票目が入ります。 では続きまして、5番、慎太郎さん。どなたに質問されますかじゃあ、猪之助さんで。うん。うね、はい。まあ、現状、僕、猪之助さん、白寄りの思考なんで、猪之助さんに時間をあげます。今、2分はってるんで。はい。えっ、ー、と、僕はハイブリさん、その、不安ですが聞けたことと、えっ、ー、と、そう、しお自身もおっしゃってたんですけど、柴犬への懸念の仕方を特に人間っぽいと思っていたので、まあ、梅犬さんには引っか,かかってたんですね。なので、うん カラスマさんが議論終わりに言ってくれたのはハイブリさんの人間評価だったので、僕も、まあ、前々に聞かれたのはその昼議論中の話だったからそれを答えたんですけど、現状は梅県に投票しようかなと思ってるところです。うん、<れ>了解。占いの審議とかってついてたりしますちなみに。いやー、まあ今期は何でもあると思うのも一緒やし、芝県人狼じゃない心境っぽいも一緒ですね。それ、フラットですね。 最後に、えっ、ー、と、イモスケさん目線でマヨメさんの印象って変わりました投票を受けて。ま、ちょっと、自分目線は印象が悪,、ね、悪くなったぐらい。あ,あはい。ね、了解です。それでは、慎太郎さん、どなたに投票されますかうん。カラスマさんに投票します。カラスマさんに1票目が入ります。同じ。では続きまして、6番、羊飼い K さん、どなたに質問されますかマヨメさん。 えっと、はいいありがとうございますまいさんじゃなくすみません先にすけさんに伝えておくんですけど片代が議論入らない議論になっちゃったので結構多分あの自分の質疑応答の時にすけさんの思考は落としといてほしいです、うん、っていうのをお願いだけしてまいさんは多分今の感じなんか処刑されなさそうな雰囲気がプンプンしてる状態なんですけど木さんが質疑応答してみて、はい、結局妹さんに入れるっていう行為をしたじゃないですか。 を多分イモスケさんに返しておくと、イモスケさんがしゃべりやすいので。えっと、今木さんの結論って、多分ん、芝健さんが教授に見えたとしても、ハイブリさんン、イモスケさんってつながるんじゃないかなって見えたと思うんですよね。だから、単純に怪しいと思った先にイモスケさんに投票したと思っていて、まあ、ここに至るまでは、まあちょ、まあ、感覚なんですけど、私は現状、今木さんを信じているからなんですね。かつ イモスケさんって結構わりかし疑い位置にはなっているからこそ今木さんはまああの単純に自分の意思で投票した票だったのかなと思ってますそれでは羊か池さん,の人間 K さんどなたに投票されますかカラスマさんに入れますカラスマさんに二票目が入りますでは続きまして七番カラスマミユキさんどなたに質問されますか、うん、ハイブリッジさんに はいはい、現状、雑な要素で白を取ってるだけで、そんなに強く白を拾ってるわけではないんですけど、カラスマさんに入れるべきではないっての分かってるけど、うん、なんか、ハイブリさん、結局、梅犬さ,さんの返しで時間使ってたんで、他の意見も聞いてみたいなと思ったんですけど、何かあります、えっと、議論中は、えー、っと分からない人が多かったなと思っていて、イモスケ君は何も準備をしていない人、V さんに関しては、投票はしないでほしいって言ってるけど、自分の、えー、っと思考を開示してくれない人、カラスマ君は最後の方に開示してくれたので、 なん、えー、となくは分かったし、僕がしゃべる前に、えーと、梅県との1対1で話が聞けたので,で、その結果、V さんから返ってきた意見で、烏丸君の占い誘導とかは僕は印象が悪かった方だから、V さんは,疑っ,てはいた疑っているというか、返答次第では投票しようかなと思ったけれども、返答が僕の中では良かったので、どちらかというと投,投票理由はなったほがいかない梅県に投票会返したという形でした。なるほど じゃあ、まあ、自分の意見だけ落としておくと、現状、柴犬さんが新目で見えています。今木さんの質疑応答でのやり取りから、えー、いもすさん投票っていうのが。それでは、カラスマさん、どなたに投票されますかあまあ、あもすさんに投票します。いもすさんに3票目が入ります。では、続きまして、8番、ケースケさん。どなたに質問されますかん ?V さんで。はい。 始まりました。えっと、僕の端的な考えは、現状 V さんが人狼かなって思ってるんですね。V さんは今、消去法的にイモスケに投票しようって思ってるグレスケだと思うんですけど、今その考えって変わりそうですかいや、いろんなこと懸念した結果、イモスケさん投票でいいかなって思ってます。うーん、いろんなこと懸念した結果うん。まあ、僕、まあ,あんまり多くは語らないですけど。まあそうなの、うん、多くを語らなきゃいけないゲームだと思うけど。あまあそうですね。 うん、あ僕、あの、一番人間だと思ってるのはハイブリさんなんですよ、前提ね。で、議論の、ハイブリさんを白取ったとこまで含めて、カラスマさんの評価高く、議論中に梅剣の印象もちょっとだけ良かったんですね。で、質疑応答から拾えたのは、イモスケは人狼らしくない。から、投票先ってビさんかマイマイになりそうなんですね、僕の視点では。ただ、ビさんの発言ってハイブリさんがおっしゃる通り、自分がいる後半票に適当に入れないでほしいっていう、ただそれだけだったから、なんかそれ以外の要素全く拾えないから、 消去法で、いもすけが人間っぽく見えてる今、美さんが人狼の可能性が一番高いかなっていうプレッシャーです。それでは、ケイスケさん、どなたに投票されますかまあ、美さんで。美、はい、さんに1票目が入ります。では続きまして、9番、いもすけさん、どなたに質問されますかまあ、今いいで。めっちゃいい。いいはい。なんか、ケイさんに聞かれたことと なんか、今木聖さんになってて、なんか、あんまり返しになってなかったっ。僕への投票理由って何だったのかなっていうのめう。めっちゃそう。<な>あハイブリさんとイモスケさんが怪しいっていう私の視点においてで、イモスケさんに投票してる。二郎に見えたっていう、えっと。あとね、まず、今モさんを信じてるところから始まっていて、柴犬さん教授になった時に、えっと、ハイブリさんがノリだった。 ところまでをイモクスケさんは白で置いた、梅ンさんの意見にちょっとだけ私は同感だった。私と梅ンさんがふざけてノリで返したハイブリさんという構図があったんだけど、まずその3人を雑に人間らしいと取ったことも、まずは人狼っぽいと思った。その上でハイブリさんの白要素が取れないという思考において、梅ンさんとも共感している。まあ、現状ね。 イモスケさん投票した理由は単純に怪しいから、その 3, 3人を雑に人間っぽいといった感覚があったから投票したけど、今の状態だと、柴ケさん狂人イモスケさん、ハイブリッサに見えてる。なるほど。さん変わらんそれでは、イモスケさん、どなたに投票されますか投票はカラスマさんにします。カラスマさんに3票目が入ります。では続けまして、10番、V さん、どなたに質問されますか梅健さんでお願いします。ほいほい。 はい僕、最初しゃべります。占い師結構フラットで、うん、まあ、信教とかいろいろ話出てるんですけど、うん、僕は結構フラットに見てます。うん、で、まあ、言っちゃうんですけど、今助さん騎士じゃないから、今助さん投票しようかなと思ってます。うん、今木さんが投票してるのも分かってますけど。うんうん、で、梅賢さんに聞きたいのは、ハイブリさんに投票してるから、その、カラスマさんも含めた怪しみとかを見たいですね。うん、カラスマさんがハイブリさんしろって言ってることも含めて投票してると思ってるから。 とねまあ、まず、ハイブリさん白い要素を拾ってる人は、それを言語化してほしいっていうところを、僕があまり拾えてないから。かかで、ハイブリさんに関しては、の、あの、僕じゃないけど、質疑応答の返答で僕への投票は、うん、どうだろうね。ちょっと難しいね。うん、感情ベースで考えるかどうかが。もね、カラスマさんとビサのどっちかに人狼はいそうかなって感じはしていますね。うん、イモスケさんが先にこの後半に目,目線を向けた視点で、 カラスマさんとビさん視点であの、イモスケさんの方が人狼になるんだっていうところが若干違和感になると、騎士、そんなに懸念、あの、保護する必要ないから、その通り、イモスケさんは微妙は V さん、どなたに投票されますかイモスケさんに投票します。イモスケさんに4票目が入ります。まね、では続きまして、11番、柴犬さん。はい、どなたに質問されますかまあ、ケイさんに。はい。先に柴犬さんの話したいことから。 はい。僕はイモスケあんまり人狼だと思ってません。他社との関係値っていうところが一番近いんですけど、イモスケが人狼だった時はケイスケが狼かなぐらいの構図にしかあんまり思えてない。マイマイが言ったようなハイブリさんイモスケとかだったら、ハイブリさんの投票席は梅県じゃないと思っているから、マイマイの主張に違和感を感じている。芝県今木が発言こなかった段階で、芝県に偽という感じの印象がついたのも僕は謎だった。 基本的に今木のことが人狼だった場合は、ハイ,ハイブリさんが人狼の場合は、今木との相方が強そうな投票をしたなと僕は推理しており、どういう内訳かどうかは分かっていない。V3 マイマイの位置がかなり怪しいと僕は思っているから、 この投票はちょっと辛かったなって僕は思ってる。カラスマさんはフラットで考えてくれてる人物だし、イモスは人間ぽいと思っているから。ごめんなさい。ケイさんどうしましょうあ大丈夫。柴健さんバッチリだと思うから安心してる。えっと、カラスマさんにとりあえず入れてもらって二人の話を聞いた方がいいと思います。役をそんなにする必要ないし、あの、どっちか生き残った人は必ず喋っといた方が絶対いいから。どうかです。すそれでは、柴健さん、どなたに投票されますかカラスマさんに投票します。 カラスマさんに4票目が入ります。投票の結果、いいね、カラスマみゆきさん、さんいいね、イモスケさんの決戦投票を行います。容疑をかけられたプレイヤーは、1分以内の弁明をしてください。残りのプレイヤーで再投票を行います。なお、さらに投票数が同じになった場合は、処刑者なしで夜時間に移行いたします。では、カラスマみゆきさんから、1分間の弁明をお願いいたします。 はい。まあ、グレーに対して言うことはないんで、まあ、さっき言ってた続きなんですけど、今木さんが偽っぽい理由について、まあ、ちょっと話そうかなと思うんですけど、まあ、今木さんって、えっと、から、占い師との視点から見たときに、ハイブリカラス、まあ、ハイブリさんの印象を、梅健さんの発言があった後に印象を上げた人物で、柴健さんを狂人で見ている人物、カラスマ B、 この二論もあるってなった時に、伊もすけさんに即投票できたことが結構偽。で、それができる人外っていうと強靭、強人だから、今木さんが投票したいもすかさんに私は投票ができました。まあ、そんな感じですかね。グレーに関してはあんまり更新はないです。ハイブリさんはまあ無難な解消されたなっていう感じで、プラマイゼロっていう感じで、現状、引き続いてます。 言語化に関しては、ま、あ梅けさんが言ってた、ハイブリさんの言語化に関しては、まあ、最初に言った要素でしかないです。まあそんなに本気で捉えてほしくないなっていうのが私からは、以上です。それでは、イモスケさん、弁明をお願いいたします。はい。まあ、柴犬と本当に視点が近かったので、現状柴犬が本物かなと思っていて、えっ、ー、と、 ケイスケの V3 投票って、イモスケを人間っぽく思ってるなら死ぬ投票だったから、かなんかもっと拓を増やしてほしかったなと思うから、ね、えっと、言ってくれてることは自分目線はすごい印象いいけど、うん、投票先が微妙だったなっていう感じでした、僕視点は。まあ、ハイブリさんの人間を今日間違えてる可能性はあるけど、初日は人間だと思ったので、なんかそれを軸にめっちゃ叩かれたなって思いました。まあ、現状、毎毎を僕は一番疑ってます。カラスマさんは、 あ人間っぽいと思ったけど、まあ、自分が信にたくないから投票したので、人間同士の決戦かなと思ってます。うん、アブイさんの四票目は、でもずっとまあ、議論中から一貫してたので、しょうがないかなっていう感じですけど。自分目線は嫌な投票だったなっていう感じです。そんな感じです。そうだよね。いもすさん目線、それはそうだ。それでは、お二人の弁明が終了いたしましたので、一番マイマイさんから名前だけ投票となります。 悩んでいただくのは大丈夫ですが、思考を発言するのはやめるようにしてください。それでは、マイマイさん、どちらに投票されますかイモスケさんでお願いします。イモスケさんに1票目が入ります。ん梅健さん。ね、カラスマさんで。カラスマさんに1票目が入ります。ハイブレットセンスさん。カラスマくんで。カラスマさんに2票目が入ります。ね、イマキさん。 カラスマさんで。でね、カラスマさんに3票目が入ります。慎太郎さん。カラスマさんで。カラスマさんに4票目が入ります。羊飼い圭さん。カラスマさんで。カラスマさんに5票目が入ります。ケースケさん。カラスマさんで。カラスマさんに6票目が入ります。まね、v さん。カラスマさんで。カラスマさんに7票目が入ります。柴犬さん。 カラスマさんでお願いします。カラスマさんに8票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるプレイヤーは、カラスマみゆきさんです。カラスマさんは処刑されました。以後幽霊となり、ゲーム終了まで話すことはできません。ビデオの停止を押してください。注意音がないゲームとなっております。皆さん、容疑者を処刑したにもかかわらず、再び恐ろしい夜がやってきました。ビデオの停止を押して、各自夜のアクションを行ってください。 本日追放されたのはカラスマみゆきさん。設疑応答にて怪しみが集中したイモス助さん。そこからだんだんとカラスマみゆきさんに投票が集まり、最終的に追放された形だ。占い師として名乗りを上げたのは柴犬さん、今木さん。この二人のどちらかは本物だと思われるが、一体どちらが本物なのだろうか。今日も夜が明ける。 恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者は、羊飼い K さんです。羊飼い K さんはビデオの停止を押してください。抜かれたわ。それでは皆様、話し合い開始前にマイクのミュート解除お願いいたします。それでは、議論時間4分間で開始してください。どうぞ。はい、おはようございます。おはようございます。ます僕から、僕から言いますね。なんか信用ちょっと低そうなんで。5番、新太郎さん人間です。あ、V さん人間。おー。 で、えっと、占い理由を言うと、えっと、基本的に僕自分の城崎のケースケと割かし視点が似てると思ってました。 っていう風になった時に、ケイスケが視点を向けてる先とか議論に置いておきたいなと思ってて、昨日の時点で僕は慎太郎さんと意見は正直合わなかったんですね。で、なんだけど、えっと、まあ、イモスケを一旦人間と置きますと。まあ、多分、羊飼いケイさん、例の羊飼いケイさんもイモスケ人間と置いてたっぽいから、っていう風になった時に、えっと、議論の外にいて結構追い込めなそうな位置だなって思った慎太郎さんの色を知りたかった。結果白なので、し白で結構いいし色かなと思ってます。以上。 えっと、他社要員が一番触れ合っている人物像、そして投票の誘導等を行った人物像が V さんとマイマイ。で、マイマイの方がちょっと議論中に急にギアを上げたあ、投票中に急にギアを上げたという感じだったので、V さんの色が結構村にとって重要になると僕って、僕は占いました。人間でした。基本、今木のことを昨日段階では強人だと思っており、二郎構成で考えてました。うん どうするせな君。グレーズリーでいくグレーじゃないですか。僕が決める感じですか一応隠してるのああ、まあ、グレー派ですかね。まあ、村瀬さん、僕の教診をどれだけ多くかなんですけど。グレー4択ですよね。はい。うん、あの、マイマイメケハイブリーモスケに騎士がいるなら僕は出るべきかなと思うんですけど。騎士です。はい。あ、うん、やりやすい。強っそれはありがたい。騎士界ありがたいわ。<laughs> ありがいかういうの <laughs> 騎士界 <laughs> で、芝んの視点でマイマイとビさん疑ってて、ビ <laughs> さんで白引いて、マイマイ騎士じゃないですか。今き人狼かなどっちかっていうとこうなるなら。そうんうん、今木はどうまあ、V さんは人狼かなって思ってます。てか、今木さん、僕占わないんだと思っちゃった。<あ>ケいスケさん軸で引っ張るなら僕占い。僕、僕明確に V さん占わなかった理由あって、騎士の可能性があると思ってたんで、あのかつ、うんうん、ケいスケが視点向けだから、基本的に次,あの次の日に釣りたいと思ってました。騎士じゃなかったら。えっと、 梅犬に話を振りたいんだけど、ちょっといいですかうん梅県って的なお連動表彰さのって V さんに士懸念があったから全然あの。違うのや。うん、じゃあい、いや。<laughs> 僕の今日迎えた朝では、ケイスケさんとビさん二郎の今木さん狂人かなって思ってました。ビさんが筆頭でらしかったから。俺ね、V さんに関しては、士、えっと、懸念があったので、うん 2>, 2票目、えー、っと、イモス県しか票が入っておらず、後半入れるんだったらイモちゃんには入れにくい、カラスマくんと喋ってるから入れるとしたら、1人目じゃなくて3人目の俺かなっていう埋め気の思考やったら、すごい理解ができてしまったから、俺は V さんに棋士懸念があったので話しかけて思考を伸ばしてもらってたから。あまあ、カラスマさんとの次応答でも言ったけど、そもそもこの歴史で別に棋士ってそんなに重要じゃないんで、もう新人だったら出ればいいぐらいだから。 そんな,な、んかギリギリまで、う,うん、粘る騎士って、あれかなと思ってたし。健常、はい。の色いかなって思います、うん、そこに関しては。さあ、今、イモスケ視点どう見えてるマイ騎士だったことから、今木圭介の人狼同士かなって今は思ってるか、犬ブ V さんやけど、柴犬はあんまり人狼っぽくないって、その、やっぱり最終表で、最終票、11番で出ないっていうのが結構しっくりきてるから、 んっていう感じやな。本物に見えてるんやけどね、柴犬が。V さん人間かっていう。芝県 V さん。俺の目線でもなんかその可能性はあるなと思ってて。まいまいこれって梅イモス助から釣り、釣るでいいんですよね。い,よいや、この二人やったらハイブリさんになっちゃうな、やっぱり。<ー>イモス助からさ、ま、いい両方人間に見えたんだよな 僕もそれですね。めちしくかなって思っちゃった。あ、いいいえ、じゃあ釣り飲むよ。リサーチ見たいなぁ。これは、なんか、かっこいの方がありそうって思ってるから。うほど質疑。話は、話し合いは終了です。日は暮れて今日も一人容疑者を処分する時間が訪れました。いや、最後に。最後に殺害された、水海計さんを起点といたしますので、ああ。8番、圭介さんからの質疑応答です。 それでは圭介さん、どなたに質問されますかハイブリさはい、はい。はいはい、あまず、なんか、あの最後、釣りのまれてたと思うんですけど、多分それを真に受ける方々いないと思うんで、一旦その発言なかったものとして、今日梅梅犬さん、<laughs> ハイブリさん、イモスケで戦うものとして、ハイブリさんなりの考えがあれまそ、ね、の投票でイモちゃんでもう投票が入りにくいと思ってるので、 普通に考えるならハイブリ梅犬のタクなんですが、もう騎士マイマイが俺にロックオンしてるから、もう無理だなと思ってるんで、今日早めに釣ってほしいと思ってる。なぜなら残された時に最終的に負ける可能性があるから。本戦囲いを考えていて、僕は V さんに騎士があると思ったから、昨日 V さんをちょっと不自然でもかばっていた節がある。だから僕はどっちだったら V さんで囲いが発生してるんじゃないかなっていうのは今思っている感じ。うん、<laughs> 占いはどっちだったら心境目の方が僕は思っているけど、 うーんってぐらいかな、そこまで全部が、精査がと、えー、と整ってはないけど。僕の考えは、梅県ハイブリさんイモスケに、人狼がいるようにあんま見えてないんですね。うん、昨日から V さんを疑ってて、今、うん、柴剣 V さんの人狼同士がありそうだから、そ,その考えのもと、イモスケが強人の可能性もしくは、イモスケが明日、それでは、圭佑さん、どなたに投票されますかイモスケで。イモスケさんに1票目が入ります。では続きまして、9番、イモスケさん、どなたに質問されますか V さんって。おいえ。V さんは今どう思ってますか <laughs> 僕、k スケさんとグレーの中に1か、今木さんが狼で選挙がいるかって思ってますね。今木さんが2セだと思ってるし、えっと、その、いろいろさっき話した理由で。で、絶対2セなら僕に苦労できそうだなと思ってます。で、イモスケさんは人間だと思ってます。そうなん決戦時に正直2人、 両村かかななと思思っっっっっててててささんんの精査が良たたはしっていう感じですえ、グレーだったら誰に投票しそうですかうん、誰でもいいけど、ハイブリッドさん落としでいいんじゃないですか、今日は。<laughs> っ思ってます。走らせたからな。まあ、梅犬さんとハイブリッドさんの2択だけど。走らせたからな。いや、V さんの精査がほんまに大事だと思ってて、俺目線は結構今日囲われたんかなっていう気もしてるから、<laughs> そう難しいな。囲い終われてるから <laughs> ありがとうございます。V さんは村だとしたらあいに柱投票はハイブリ,<々>イブリッド1000さんに1票目が入ります。はでは続きまして、10番 V さん、どなたに質問されますか梅健さんですかね。はい。どう思ってますか えっとまあ、進行上グレーに行くということだったので、僕はイモスケさん、カラスマさん両方人間に見えてるから、行くなら僕はハイブリさん投票しかできなかった。うーん。さんが正直難しい。さんって僕たち前半組に怪しい人に投票、ちゃんと人狼だと思う人に投票してくれっていう、なんか僕たちへの期待はかけつつも、自分は騎士保護の4か弱い投票するんだっていう行動が人間っぽくあんまり見えなかったから、さん人狼を ケ介さんがなんで美さんに一票だけ入れたんかなってなったら、身内たちどうせ美さん票を持ってるから、あの、美さんは投票対象に上がらないから、この二郎の今木さん狂人かなって思ったけど、盤面上それが100%なくなった、うん。ないですね、それないですね。うん。ハイブリさんの視点で占い心境に見えてて、僕、ハイブリ、イモスケ全員人間に見えてるんだったら、ハイブリさんの視点でカラスマさんで落ちてる思考が多分出てくるんだけど、ちょっと、 なんか、迷走してそうな気もしてる。それが人外要素とは考えてはないとい,いう感じかな。それでは V さん、どなたに投票されますかうーん。ハイブリッドセンサーに2票目が入ります。では続きまして、11番、柴犬さん。どなたに質問されますか <laughs> ハイブリさんではいよ。 今の直近の梅犬のやつもあったと思うんで、思ってることを伝えてもらえれば。えっと、別に烏丸で落ちてるんじゃなくて、本線 V さんで囲われてると思っていて、相方一は梅犬が筆頭かなっていうぐらい。ただし、それは、えっ、ー、と、占い師が新居がって思っているから、こっちが第一理。占いに進路出てるんやったら、まあ、柴犬が相方になるんやけど、昨日の柴犬の言い方であったりとか、議論中の話であったり、議論中じゃない、投票中かなとかの話であったりとか、あと、えっ、ー、とね、 11番目で占いに人狼で出なくてもいいやんが結構僕は今木さんの意見には乗っかれているので乗っかれてるというか分かるので理解ができるからあんまし馬券を追ってないっていう感じかな V さんに関してで梅券だと思う理由としては僕は V さん守ったのねさっきも言った通り同じように投票しなかった理由があるとしたら人狼同士だから投票しなかったができるかなって思ったから V さん梅券の2位を なるほどなる。ごめんね、まあ、柴犬を二千お聞きした意見やけど。いや、まあ、気持ちは、V さん怪しんでる視点はわかるんですけど。それでは、柴犬さん、どなたに投票されますか。まあ、ハイブリッさんに投票します。ハイブリッドセンさんに、3票目が入ります。では、続きまして、一番、マイマイさん、どなたに質問されますか。なんだよなー。うーん、まあ、次もありますけど、梅犬さんでお願いします。はい,い、はい。 えっと、まず言っとくと、ハイブリさんでロックは全くしていなくて、それは勘違いです。うん、結果、イモスケさん、カラスマさん、両村だと思っていて、イモスケさんの拾った要素はすごくいいなとなった時、うん、今木さん、ケイスケさんの人狼同士とか、まあ柴ケさん、ウイ、うん、さんの人狼同士とかが同行だと思いつつ、うん、じゃあ、うん、今日どっか行けるのって話になるから行けないから、うん、この議論している。うん、梅メさんの結論って、どうなってます、うん、結論は いや、えっとね、基本的には今木圭介、または美さん芝剣のところで考えてる。カラスマさんも人間だと思ってるし。うん。あ、白崎で怪しいのは美さんの方だけど、占いでシンポかがば剣っていうので、ちょっと悩んでる感じすよ。そう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 ,そう,そう。圭さんの,その V さんの怪しい要素って具体的に何か、あ、これだっていうのはありますかあまあ一応さっき言ったんだけど、うん、美さんって議論最初で僕とか前々に、人論に絶なんか怪しい人合わせてくれって、なんか期待込めてたじゃん。 けど、ででも美さんの自分の投票って、騎士じゃないからっていう、いもすさん投票のめっちゃ弱い投票じゃん。なんか一人にだけすごい期待込めるのって、なんか、あまり人間っぽく見えなかった、僕は。うん、それでは、まいまいさん、どなたに投票されますかうん。梅健さんに投票します。梅健さんに1票目が入ります。では続きまして、2番、梅健さん、どなたに質問されますかえー えっと、何でしようかな。圭介さんにしようかな。うん。こんばんは。こんばんは。圭介さん、今、どう描いてますか 僕は昨日と変わらないですよ。あの、美さんまいまいさんを、まあ、消去法的に疑ってたくれつけだったんですよ。うん、昨日話した通りにね。で、えっと、今、結論、ハイブリさんのことも人狼だと思ってないし、イモスケに投票はしたけど、それは意見の違い。うん、イモスケが議論中にケイスケ、イマキの方の人狼がありそうを重く見てたから、この3人の多分、白、白、白の人たちを誰を削るかって考えたら、推理がそっちの方向で固まっちゃった可能性があるイモスケの方かなって。 明日のことを考えてますけど投票しただけで、基本は美三芝県の人狼同士が来そうかなと思ってるよ。美三芝県の人狼同士で、今日伊モスさん落とした場合って、ハイブリさんって割と今木さんの芝県が狼じゃなさそうっていう意見が、こう、響いてる中、なんか、票数で負けないケイケさん視点で。どういうこと だって、okay. うん、え、えっと、もし、自分人間で、自分と今今日セットで人狼って疑ってるイモスケに狂人の可能性だってあるわけだから、削らないといけないよね。あ、まあ、まあ、そこの狂人をおってんのか。うん、だって。それでは、梅賢さん、どなたに投票されますか、うん、うん。うん、うん、うん。ああ、ハイブリッドセンサーに4票目が入ります。<ー>では、続きまして、 レね、ハイブリッドセンサー、どなたに質問されますかうん、梅犬。はい。えと、柴犬とのやりとりで、一応、柴犬狂人の時にに V さんの相方って梅犬だって言ったけど、うん、基本的に梅犬の懸念は理解してる。あのうん、俺への精査は、俺が、俺自身はさ、俺が村って分かってるから、そこの精査って間違ってることは分かってんねんけど、俺の精査の以外の部分は分かる。柴犬の方が、占い師としては進歩ぽいけど、うん、えっと、城崎としては V さんの方が怪しいとかは、 うん、めっちゃ思考はわかるから、うん、梅犬の精査がめっちゃ難しいのんハイブリさんって、占い神経を出たときって、基本、梅犬が人狼になってるじゃないですか。うん、その梅犬からハイ、じゃあハイブリさんに投票するかなって議論中に言われて、釣りのんだ理由ってなんですかその前々のことで。い<や>でめっちゃ前々がもう、ハイブリさんしかないって言ってたから、あのロックしてないって言ってたけど、えっと、議論の終わりに、それを言われたから、じゃあもう、もう俺でいいよって、それ以外の他の精査を進めてくださいねっていう,うん、うん。 えっと、意味合いで言った。だって多分最後、慶イセイ君の時にも言ったけど、まあこのままだと最終日の時にずっと疑われてたから、うん、でつられるから、俺が。負ける未来が見えたから、それなら、えっ、ー、と、うん、俺は自分の中では白てて、それでは、ハイブリッドセンスさん、どなたに投票されますかはい。梅賢に投票します。梅賢さんに2票目が入ります。では続きまして、4番、今木さん、どなたに質問されますかう,ララそう。この人えっと、9番、イ助で、はい。 えっと、まあ、正直なこと言うと、昨日時点だとイモスケの人間要素をちょっと全然つかめなかったんだけど、うん、今日の失業途中でちょっと掴とかみかけてる感じがあるのね。おうおう人間っぽさをなんか教えてほしい。イモスケの考えてること。いやー、でもなんか俺、ケイスケのやっぱり今の失業ともなんか違和感やって。わか,かる。そう、イモスケが強靭なわけなくないってい俺は結構余計今進路で考えてて、うん、もっと 狂人、え予言神経で考えてるハイブリさんとかの方が強人に見えるはずやから、なんか強人の可能性もあり、モスケを落とすとか言ってるケイスケがやっぱ違和感やから、わかる。今木が偽っぽく見えちゃってんねんな。いや、あのね、違う、俺のせいじゃない、それは。いや、それはそうですけど。<laughs> せせまあせ慎太郎さん、しろ <laughs> は確かに強いけど。そう、まあ、俺の占い師としての思考を、まあ、明日多分生き残ってるだろうから考えてほしいのと、うんうん、と、あと、11番、柴剣、ジ狼じゃないって思ってたけど、 10、11が人狼同士だったら別にそれは関係ないなって今思ってそれでは、今木さん、<上>どなたに投票されますか梅健さんで。梅健さんに3票目が入ります。では続きまして、5番、んしててし慎太郎さん、どなたに質問されますかじゃあ、まやまやさんで。はい。まやまやさんの希望として、これ多分梅健さんに並べて決戦にしてほしいですかうーん。まあ、決戦にしてほしいです。わかりました。慎太郎さんの意思も あの全然いいですよ僕の意思としては、まあ、グレーにあんま狼なそうだなってう感じ。特に今日の議論は梅ンさんが一番人間っぽかったなっていう、うんうん。正直私も思ってます。だから<で>例えば、うん、狼同士とか考えたとしても選挙位置を探すとか、まあ、私実は一番怪しいと思ったの圭介、うん、さん今日。あ<ー>慎太郎さんがどう思うか。 だけど、梅ンさんに1票を入れることで、この表の流れで情報をつかめば、今日白が連れたとて、明日決め打ち版面で情報が出るかなと思ってるんですけど、うん。かりました。まあ、梅ンさんには入れます、一応ね。で、うん、僕の今のスケールは、烏丸さんが人狼の占い新郎の圭介 V に潜伏狂人です、うん。まあ、あると思います。うん、じゃあ、梅ンさん投票でいきます。すまさんそれでは、梅ンさんに4票目が入ります。<laughs> 投票の結果。本日は、梅剣さん、ハイブリッドセンさんの決戦投票となります。では、それぞれ1分以内の弁明をお願いいたします。では、本日の投票順番と同じ順番となりますので、梅剣さんからお願いいたします。はい。えー、まカラスマさん人狼で落ちてる場合は、 難しいですね。今木さんが決戦投票カラスマさんに変えたことだけは覚えているので、イモスケさんから。そこをどう見るかっていうとこなんだけど。テイスケさんに僕が言いたかったのは、今、占いと白酒の朗朗が追われているこの現状で、明日その決め打ちが行われるときに、テイスケさん視点って、例えばハイブリさんが、 今木さんの言葉で柴犬がなんか狼じゃなさそうという言葉を信じたときって、ハイブリさんの中の真ってどっちかといって柴犬になっちゃうと思うんですよ。でハイブリさんの中で柴犬が真になったら、投票を向くのって圭介今木の方だから、人間、圭介さん視点で人間だとしても落とすべきはスケさんよりハイブリさんなのかなって、これは村人だとしても票削りの意味でなんか若干思ったんですよね。それをなんかスケさん投票をなんか潜伏教っという理由付けしたようにすごく、 感じたなっていうので若干違和感を感じておりますわかるそれではハイブリッド戦三弁名をお願いいたしますうーん何やろな梅犬対抗にするしかなかったんがめっちゃ嫌やなと思ってるもうさっき梅犬と喋った時にも言ったけど梅犬からの僕の精査以外の部分は梅犬に同意しかない、えー、と白崎が怪しいグレーに人狼いなさそう 占いは、僕は心境派だけど、もちろん進路の場合もあるので、まあ、感覚的に心境派っていうだけ。で、えっ、ー、と、発言内容とか、占いの仕方とか、昨日のやりとりとかを聞いてると、柴犬の方が心っは聞こえるけど、結果出しとかの部分で今木さんに評価できる部分があるから、ここが難しいなっていう。でも、心境やったらほっといて、グレーの精査した方がいいな、の話をしてた感じです。えっ、ー、と、僕自身は、えっ、ー、と、今日に関しては命を投げ出しているから、どちらかというか、えー、と弁明をするつもりはないので、まあ、 他の白要素とか、うあのー、あんまりね、推理も違和感がないので、慎太郎君が言ってた烏丸君で落ちてるも、うん、一応ちょっと可能性として考えたけど、その時スケールって俺、相方マイマイぐらいしかないなと思っちゃってたから、マイマイが騎士である以上、そこは一旦スルーして二郎ケアの先に、まあ、えっ、ー、とー、進行してくれたらいいなっていうのが僕の望みです。以上。 それもわかる何これそれでは、お二人の弁明が終了いたしましたので、い <laughs> ケいスケさんからの名前だけ投票となります。れそれでは、ケいスケさん、どちらに投票されますかハイブリッドセンさんに1票目が入ります。イモスケさん。ハイブリッドセンさんに2票目が入ります。ブイさん。梅メケンさんで。梅メケンさんに1票目が入ります。 柴犬さん。ハイ,さんハイブリッドセンサーに3票目が入ります。マイマイさん。ハイ,さんハイブリッドセンサーに4票目が入ります。イ木さん。ハイ,さんハイブリッドセンサーに5票目が入ります。シンタローさん。ハイブリッドセンサーに6票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるプレイヤーは、ハイブリッドセンサーです。 ハイブリッドセンサーは処刑されました。以後幽霊となり、ゲーム終了まで話すことはできません。ビデオの停止を押してください。皆さん、容疑者を処刑したにもかかわらず、再び恐ろしい夜がやってきました。ビデオの停止を押して、各自夜のアクションを行ってください。本日追放されたのはハイブリッドセンサー。 どちらの占い師でも占われていない梅犬さん、ハイブリッドセンサー、イモスケさんのうち、ハイブリッドセンサーが追放された形だ。話し合いの内容は共感しかなく、もうこれ人道いないんじゃないかと錯覚するほどだ。話し合いにおいて、占い師に村人と言われているケイスケさん、ブイさんが怪しまれ、明日はその二人と占い師が主役となって話し合いが進むだろう。 果たして、どのような結果になるのだろうか。今日も夜が明ける。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者はいませんでした。それでは皆様、話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは、4分間の話し合いを開始してください。どうぞ。 おはようございます。おはようございます。ケースケジンあの、びっくりしたんですけど、V さん人間でございました。ああ、なるほど。狼って僕 j j ですかあの、今木さん声ですね。ああ、なるほどね。<お><ん> <laughs> えなんかまあ髪な、うんでも、<え>だ髪なするくらいの私髪みますもんね。あてかあぼ、僕が、あ<ー>仮に僕が地髪もしくは漂白だった場合、僕がやるべきことは V さん黒なんで、 僕がシーンです。わ、分かりますかこれ。いや、わかる。わ <laughs> からないわかる。わか,かるよ。わか,かるし、昨日からシんンだと思ってたから、B <laughs> さんは今人間なんだなと思ってるよ。で、ちなみに V さんの白を見た瞬間に、えっと、基本的にカラスマさんかハイブリさんどっちかに人狼が落ちてるんだろうなっていう感覚を持ってました。声がないですからね。そう。っていう風になった場合、最悪、ケースを ケイスケ100%黒打たれると思ってたけど、俺が信用取れてないと思ってたから、ケイスケ黒差し出してもいいって言おうと思ってました。うん。が、グッジョウなんでしょまあ、僕して何が行ってるか正直、わかりかねるんだけど、ケイスケ人狼であることから、本当に今木襲撃が入ってる場合は、今木ケイスケの老ロ老ーローにあるんだろうなと思ってるが、まあ今木が言うことも一時あると思う。V3 人狼って出す可能,可能性が高いと思ってるから、どうなんだろうね。 ナのとかなんかな。だ<っ>か、ま、その土を通したかったくらい。で、俺から、わ、わかんないから、正直。これさ、カラスマさんでさ、人狼が落ちてる可能性って別に一定数考える必要はあると思うのよ。その場合って、柴犬が多分ラストオルフではないじゃん。今木を襲撃してるってことはね。うん、だから、今木のグレーって今、梅犬いますけだよね。うん。梅犬かいますけに、人狼いない いる。美さん、しろだもんね。隠しろ落ちてるかもしれんって話じゃなかったっけまあ、髪だけ見ると今木さん自身には確かに見えるけど、うん、見える。だから、イ助さんの精査とかを僕らが間違っているのか。ああ<ー>、美さん、強人っぽい。ト<ー> <laughs> ちょっと待って。うねうね、<laughs> ああ<ー>。めっちゃ強いな、それ。うわあ、そうなるよな。ちなみに、ああ、そっか。うん。 え、てか、毎毎慎太郎に聞くんですけど、<の>今どういうふうに思ってますなんか俺この一個だけでなんか要素がひっくり返るようなゲームじゃないと僕は思ってて。いや、結構ひっくり返る。ちいや、別に僕は<も>ケスケさん人狼の今木さん評枠も、うん。なくはないかなって感じ。うん、まあ、何だあそ、それ、それ俺からか、俺から言っていいそれさ、あ,あれなんよ。今木スケが人狼で夜内通してるとすんじゃん。で、今日じゃ今日今木噛もうねって言ってるとすんじゃん。それ今木噛み抜けちゃう可能性があって、その場合って別に圭介釣�ることってできるのよ。 だって、村自身が、えっと、残されたし、えっと、俺は今木の城崎ではあるけど、ケ介スケを、鶴進行って取れるわけじゃん。な、なんなら現に、まいまいと新太郎って、今日、昨日僕を疑う議論を二人でしてたよね。そうだよね。覚えてでも、でも選挙を置いたら無理じゃない。 ごめんなさい。で、もう、もう一個言うと、マイマイさんの初日の発言を思い出してほしいんですけど、マイマイさんって初日、今木のことを本物だと思ってるって言ってた人ですよね。その人から騎士仕様が出て、かつ羊飼い計算が噛まれてるってことは、今木視点は、今木が人狼だとしたら、今木が囲われてることが、あ、囲われてるじゃねえわ。えっ、ー、と、守られてるように見えてるはずだから、だとしたら噛み抜けるコースだとしてもいいんです。別に、それは。で、でも噛み抜かれなかったんだったら、えっ、ー、と、V3 黒。これに尽きるよ。 それはそうやなあそうの,の主張を通したかっただけかなと思ってたのと、多分自自身も自分で襲撃されるもんだと今木自身が考えており、とっさの判断だったから出なかったぐらいの要素しか僕は出ないからごめん、これに関しては。圭介、今木の関係値って、今木が直前まで圭介のことを疑ってる、怪しいみたいなこと言ってるから、今木と圭介が二郎で今木の襲撃自体は俺は筋が通ると思ってるよ。あの聞くと思ってる、この村に。 二世一応なり終わるまでは話をしていただいて大丈夫です話し合いは終了です日は暮れて今日も一人容疑者を処分する時間が訪れました最後に殺害された方はいらっしゃいませんので投票によって前日処刑された3番ハイブリッドセンサーを起点といたしますでは皆さんマイクの見ュートをお願いいたしますはでは4番今木さんからの質疑応答です<分>それでは今木さんどなたに質問されますか うん、慎太郎さんで。はい。今日勝負の日だと思ってます。前提ね、前提。うん、になった時に、えっと、慎太郎さんがもし僕に対して疑念を抱えているのであれば、なんか教えてほしいなって思ってます。もしくは慎太郎さんが考えていあ,あの、今木さんの発言に落ちとはなくて、まあ今日は啓介芝家の卓いとは思うんですけど、これ今木さん目線って今、人外の位置ってどんな感じになってますうんとね、基本的には、 うん正直、あんまりちょっと敵を作りたくないから、言いたくないんだけど、うん、イモスケ・ウメケンだったら、えっと、議論で白を拾ってるのはウメケンさん。なんだけど、えっと、なんかこう、初日に釣れなかったのもあるしみたいなとこも含めて、イモスケがなんかちょっと人間らしさを感じてるから、割とフラット。え、柴ケさんは強路をどっちで考えてます,まだすあんまり考えてないです。あんまりそこに関して思いをはせてないです。 むずいっすね。ま、あ考えますしてる感覚がある、うん、うん。まあ、その側でも芝県さんの表にはなるかなそうですそれでは、今木さん、どなたに投票されますか投票芝県で。芝県さんに1票目が入ります。では続きまして、5番、慎太郎さん、どなたに質問されますか圭介さんで、ね。こんばんは。えっと、圭介さん目線での侵害一も聞いておきたいです。 俺、実を言うとなんだけど、うん。カラスマさんで落ちてて、柴犬京、イモスケラストウルフの方かなって思ってるから、うん、正直なんかね、自分の命そんなに価値があるものだとあんまり思ってないんだよな。なんかね、梅犬のことは、もう疑ってないんですよ。昨日僕梅犬と話してたけど、なんか人外と喋ってる感覚がもう一切なかったんですね。で、うん 柴県が例えば人狼でカラスマさん、てか、番目に狂人を考えなかった時にね、柴県が人狼で今木神を選んだ場合の相方も、柴県の初日の投票時から芋好きを全く疑ってなくてって言ってカラスマさんに投票してるの覚えてますうん。そう。だから別に芝芋も別にあるかなって思ってるか。か芋カラスマ。うん。で、でもただ芝芋で考えた時は潜伏狂人までケアしないといけないから、ちょっとまたもう、もう一回振るわ、慎太郎に。 それでは、慎太郎さん、どなたに投票されますかメ介スケさんに投票します。ケ介さんに1票目が入ります。では続きまして、8番、ケ介さん、どなたに質問されますか慎太郎で。これ、ここが決着だぞ、はい、これ。 えっ、うん、と、俺投票に、<laughs> 俺投票したい。<ー>殺したいまあ、いや、<laughs> その、まず、イモスケカラスマはあんまり見えなくて、初日イモスケさんって後半に票を絞った人物。俺も見てないよ。うん、イモスケ芝県の場合に今木さん髪をしないと思ったから。あ、そう占い信用勝負でいいからって、マヤ,マヤさん髪抜いて。どっちにしろ占い信用勝負でよくない って思ってるからびっくりしてんだよ。うんとね、多分昨日の時点では今岐島県だったら僕はけんさんの方に若干部があるかなと思ったんで。部あ、が,があった、分あった。この紙をするんだったら劣勢側って考えると、今岐さんの方が、人外は、なんか僕目線で覚えちゃった感じ。ああ、それはね、主観だね。えっと、僕が前々慎太郎に、僕って色々言えることあったのよ。前々慎太郎に、うん、どうして梅県ハイブリイモスケの中から、削るべきはイモスケだと思ってイモスケに投票したのかの思考ってさ、ちゃんと俺アウトプッ、ね、トプ、ね、できない むっちゃけ納得はできたら、ケいスケさんにそこまで僕めさん落ち度があるわけじゃなくて、そう、盤面で見てる感じなんですよ、単純に。だから、柴犬に部があったも主観じゃないまあ、そうかも。うん。うん。ひっくり返した。削りにないと思うけどね。それでは、ケいスケさん、どなたに投票されますか柴犬で。柴犬さんに2票目が入ります。では続きまして、9番、イモスケさん、どなたに質問されますか梅県さんで。はい。俺、現状、 ケイスケに票が入るんだったらケイスケに入れちゃいそうになってるんやけど、うん、無限さんはどうですか？あ、僕もケイスケさんに入れるつもりですよ。あ、マジですか？うん。まあ昨日柴犬柴新太郎さんの言ってる通り、柴犬さんの方に部があったわ。僕もそう思ってるし、割となんかそんな感じになったと思うから、主観じゃなくて。 主観が積み重なってミーになってたかなって結構思ってるんで。それだったら、毎毎紙で、美さ白軸からでも、伊もすけさんの色使えば、なんか戦えるかなと思ってるから。推理は全部主観だからね。そう、そもそもなんか、芝県美さんの老老を追ってるときって、絶対圭介が釣り飲めないはずやから、今木がもし噛まれてても、俺釣れたもんっていう理屈もあんまり俺はわからなくて、結構だから、今木圭介老老で、漂白にやっぱ見えてるんですよ、ね。<laughs> うん。 僕も見えてます。同じ感じですかうん。そっか。大丈夫かななんか不安になってくるけど。結構怖いな。結構怖いよ。ええー。もう。行け。行くしかないです。行くしかない。それでは、芋助さん、などなたに投票されますか,かケースケで。白のケースケさんに二票目が入ります。ったけどでは続きまして、かて10番、V さん、どなたに質問されますか うん、今木さんで。はい。えっと、僕は今木さんの方が結論だけと2000人見えて、さんが怪しいですよ。けいすけさんで今日決め打ち盤面だから、うん、一応、だからあんなに軽くできないと思っているし、今木さん視点、今木さん神が起きてる時って、芝県さん強靭に見えるんじゃないかなと思ってるから、芝木さん狼を視点が僕は納得ができないかなと思ってます。うん、まあ、おっしゃってることはすごいわかるし、けいすけが怪しいって言われても正直僕は返せません。 えっと、僕は、イモスケへの、えっと、ケイスケの初日の白の拾い方から微参投票も変だなとは思ったし、えっと、ケイスケがイモスケに対して強人かもしれないっていうのも全然合わねえなって思いながら、イモスケに対して僕は昨日質疑応答を答したのね。イモスケの人間を掴かみかけてるから、イモスケもうちょっとお話をしてほしい。昨日は掴み取れなかったけど。で、イモスケ、今木ケイスケが人狼同士だった時に、まあ、髪をし、もういいよ別に襲撃したことは、じゃあ襲撃したとしよう。 っていう風になって、V さん白を打たなくない ?V さんから見たときに。まあ、今日だけ見ると確かにそれは一ではあると思いますよ。それでは、V さん、どなたに投票されますかうーん、ケースケさん投票で。ケースケさんに3票目が入ります。では続きまして、11番柴犬さん。どなたに質問されますか前々で。決まりだね。さあ。 ま々今この二人ってどういうふうに見てるて、ね、先に俺の主張からさせてもらうと、まあ俺は、俺の立場って、俺もちょっと優位に立ってそうな感じはしてたんだけど、その場合って、俺は、俺が今木髪を選択する、俺が人狼だった時に今木髪を選択する必要がないし、俺が狂人だった時に人狼の位置がどこにいたとしたって、うん、この襲撃ってめちゃめちゃ変な感じになるじゃん。うんだ,ね、だから安定して前々髪して、例えば柴犬がケイス介、うん、黒出そうが柴犬ケイス介の卓にしかならん選択だから、 そのまま柴犬が心配よねって人狼は押し切れるはずなんですよ。うん、それを選択してなくて、チャレンジングしなかっていけなかったのはどっちかっていうと今木の方ね。うんうん、わかりますよ。まあ、今木さんの主張もわかりますよ。V3 白ではないっていうのもわかります。ただし、柴犬さんの言ってることの方が今は響いてるっていう感じではあります。なるほど。うーん。ーんただね、どの道おかしいことは起きてるよねっていう形なので。うん。まあ、そうね。 ちょっとマジで難しいです、今。それでは、柴県さん、どなたに投票されますかケイスケに投票します。ケイスケさんに4票目が入ります。まね、では続きまして、一番、マイマイさん、どなたに質問されますかケイスケさんでお願いします。はい,はい。はい。柴県さんから、まあ、あの、そういった意見があったんですけど、それに対してケイスケさんが返せることとか、 えっと、何か、圭介さんの中で、今まで聞いていて、話したいこととかってありました柴犬芋介人狼同士で、強人が、うんま、慎太郎くんとかかなって、今は思ってます。<ー>ま負けたなって思ってる。梅犬のことはさらさら疑ってないけど、梅犬なんか笑いながら、圭介さんにどうしようと思ってるって言ってて、何言うてんねんって思いながら聞いてて、うん、多分負けたなって思ってて、うん、あと、これなんか、うん、仮に続くじゃないですか。僕、柴犬芋介だと思ってるんですけど、うん、あの、神っで、例えば今日、マイマイが襲撃された時に、 明日、今木、うん、釣りそうだな、この村って思ってて、うんうん、ちょっと笑い、うんうん、笑いそうです、僕は。うん。あの、けんさんという対抗が、どうしてこの紙を選んだと思います今木、おそらく今木さんを噛んだと思うんですけど、いずれにせよ僕のこと釣れるからじゃないですか。だって今木で新予言抜いて、今木抜くじゃないですか。で、残された芝剣が圭介に来ろって言った時って、圭介って一定数、マイマイと新太郎が疑ってるから、結構釣れちゃうんですよ。現に釣れそう。だから、この紙は強かった。マイマイさん、うん、どなたに投票されますか 梅けんさん疑ってないです。柴犬さんに投票します。柴犬さんに三票目が入ります。うんうん、では続きまして2、二番<う>梅んさん。どなたに質問されますか?。いい,いなかな。うん、今木さんで。はい。僕はけいすけさんに投票しそうですと明言しておいて。今木さんの渾身の推理を強引でもいいので、<laughs> 柴犬いもすけの二郎がある論とかもう全部こじつけてもいいんで。聞かせてください。 基本的には芝県、まあね、えー、まあ、梅県さんがもう形式に投票するって言っちゃってるから、えっ、ー、と、正直言って梅県いもすけに僕は精査が、えっ、ー、と、できてないですが結論です。で、えっ、ー、と、芝県が人狼だった時柴芝県が人狼だった時というか、ちょっと待ってくださいね。難しいな。うん、すいません。あんまり言葉がまとまっておりませんが、正直ね、結構、 あんまり推理ができてないっていうのが正直なところかなと思ってて、まあ、これで、ケスースケごめんなって感じでございます。うん。なんか、こう言われちゃうと、あんまりこう、ごめんなさい。推理が伸ばせなかったです。なので、しょうがないと思います。明日までに答えます。終わらないことを祈って。人の人それでは、梅健さん、<laughs> どなたに投票されますかケー <laughs> さんで。ケースケさんに5票目が入ります。 <laughs> 投票の結果、本日処刑されるプレイヤーは、ケ <laughs> いスケさんです。ケ <laughs> いスケさんは処刑されました。以後幽霊となり、ゲーム終了まで話すことはできません。<laughs> 皆さん、容疑者を処刑したにもかかわらず、再び恐ろしい夜がやってきました。ビデオの停止を押して、各自夜のアクションを行ってください。本日追放されたのはケいスケさん。 占い師の柴犬さんに人狼と言われ、民意を獲得したことで追放となる。現在、柴犬さんと今木さんの占い結果を整理するとこうだ。前日に怪しまれていた V さんが人間と確定し、さらに騎士のマイマイさんにより今木さんの襲撃を防いだことで状況が大きく変わった。変化が激しく難しい状況の中、村人たちが導き出した答えはケ介スケさんの追放。 果たして、どのような結果となるのだろうか。今日も夜が明ける。まいまいさん、収益で神会になるんじゃん。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。どっちが昨晩の犠牲者は、まいまいさんです、うん。そうだよね。まいまいさんはビデオの停止を押してください。それでは、現在6名生存です。皆様、話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。 それでは、4分間の話し合いを開始してください。どうぞ。おはようございます。りがとうございます。いもすけ、いもすけ人狼です。おー。<黒>そ,うそうか、そうか、ね。やっぱそう。で、パワープレイないっていうことでよいんですかね。芝県の結果はあ、いもすけしろ。うんパワープレイないって大丈夫ですかできるわけないんです。 でえー、っと正直言うと、昨日時点では負けたかなと思ってました。イモスケ人狼を見たタイミングで。で、えー、っと、芝県イモスケが人狼同士だった時に、柴犬から V3 シルを打ったらイモスケってきっとの処刑位置になっちゃうなって思ったから、柴犬イモスケの人狼同士ないなっていう風に昨日の夜思ってました。で、えーっと、かつイモスケ人狼を見たタイミングで、烏丸さんが3票目をイモスケに入れていることから人狼同士がない。 ハイブリさんとも投票経歴があったというふうに認識しているというか、プラス初日の僕は一番最初の議論のやり取りをイモスケハイブリが二色だと思ってなかったから、ベース敗北してるかなとは思ってます。うん、芝県教人イモスケ人狼をメケンさん人狼かな、今はって思ってますが、そんな感じでございます。芝県って対抗占いしなかった理由って何、はいうん あ僕の中で確定情報はケースキ黒で、僕は正直昨日の段階で、まあ決め打ったとまでは言わんけど、唯一今木が狂人で襲撃されており、イモスウメケ梅県に人狼がいるとき、で、今木白結果見ました。その先の推理が芝県視点結局進みません。そのまま芝県が新決め打ちされる。た場合だけ勝てるっていうルートを取るぐらいだったら、別に今木をそのまま保管して、イモスウメケ梅県のところを占う方が俺は優先だと思った。で、ね、えっと、プラスで言うと、 プラスで言うとなんですけど、唯一の勝ち筋があると思っているのは、柴犬いもすの僕が人狼同士じゃないと思ったけど、そこが人狼で、ケ介スケが狂人のパターンだと思ってますと。いや、それだと思う。で、ちょっと待ってね。めっちゃそれしっくり見、ね、<laughs> るんだよ。昨日時点だと、んー、柴犬芝,芝から見たときって、新太郎 V さん梅犬の中に狂人がいる可能性ってあるの別にある。 あるなな,ないとは言い切れないよ。あ、ぶっちゃけでもね、梅剣圭介の狼同士だった場合は、俺、今木襲撃が入ってると思ってるから、実践の本性は今木圭介の狼同士だよ。そうよね。芝剣は今木を裏切ってほしかったけどね。そうだよね。あんま変わらん、変わらんっちゅうか、変わるよ。こっちの方がいいかなと思って結局、今木<や>さんがどっちか分かってない推理がずっと続くから。うらないゃ僕は芝剣さん正しいと思ってます。うん、僕もどちらかっていうと。<や><俺>じゃあ言、言明言しとくけど、俺は今木人道だと思ってるよ。 梅はことを疑った俺は圭介黒が確定で出てる人だからね。うん、で昨日、梅剣でケスケに決定打ってる構図で、襲撃を、襲撃とかの情報で今きかどうかって分かるじゃん。別に前々いがみ入ったら、じゃあ今き人狼のスケールで、梅剣、今きのロールで芝犬のシーン決めよったらそもそも勝てるんだから、俺視点一番怖いのって、そのまま今きかまれました、芝、うん、剣連れてます、梅剣、もうすけの比べる段階で村が負けることのがデメリットでしょうね。あと、利さんに聞きたいんですけど、えっと、うんあ 基本僕は昨日決め打ちに負けてしまったと思ってるから、まあしょうがないかなって思いつつも、うん、えっと、進行的にイモスケを連れない理由って、慎太郎 V さん、梅犬さんの中に柴犬して教人がいる以外なんかあるそれしか、れそれしかないかうん。逆に言うとそれがあるからっていう。そうそうそう。まあそうね。 でも、でも手なった場合ってさ、いや、てか、狂人から見たときって、まあ、<分>そっか,か。ああ、そっか。明日もう一人の城先に入れりゃ終わりっちゃ終わりなのか。た人目線は今日、イモスケさん投票度安定ですよ。もしいるんだったら。そうよね。うん。うん。難しい。まあ、少なくとも、 裏目線でも俺目線でも今まで死んだ中に狂人がいそうかって言われたら俺はいなだと思ってるからこの中にいるんだろうなと思ってるけど正直話し合いは終了です日は暮れて今日も一人容疑者を処分する時間が訪れました太郎さん最後に殺害されたまいまいさんを起点といたしますので2番梅健さんからの質疑応答です,ですそれでは梅健さんどなたに質問されますかんすうん かな今木さんに時間をひようかな。うん、はい。うん。僕は特に言うことがないので。 いい OK です。あ、ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、初日から考えてきたというか、占い理由でいろいろと言ったと思うので、そこに対する質疑があれば、普通にしてほしいなと思ってます。えっ、ー、と、僕は初日から、ケースケの城持ってて、ケースケが議題に上がってなかったけど、言ってたカラスマさんとハイブリさんの人間らしさを僕は拾ってました。うん、っていうふうになった上で、えっ、ー、と、 となったら、で、かつ僕ね、あんまりその1、2、3番の人あたりに、人狼が複数いなそうだな、みたいな感覚とか思ってたから、慎太郎さん占いから回して、グレーの議論した方がいいなって思ってたんですね。うん、で、えっと、ケースケと、正直、イモスケが狂人っぽい、狂人の可能性があるとか、そういうようなところは、あの、途中までは同じなんだけど、会ってなかったっていうところを抱えながら、でも、その視点を晴らすためにっていう占いをしていたつもり。 うん、v さんにも、ねまあ、問いかけててほしいなとは思ってます、v、さんからあのなんか言われてる要素は返せる気がする僕は V さんのこと初日棋士があるかもなって思ったから占わなかっただけだそれ,それでは梅健さんどなたに投票されますか今木さんで今木さんに1票目が入りますでは続きまして4番今木さんどなたに質問されますか ?V さんでイ まあ、というようなところなんですけど、なんか,なんか僕への問い、うん、問いを欲しいなと思ってます。昨日の時点で、やっぱり柴犬さんを、えっと、ごめんなさい、芋モさん、梅県産の,の位置にいるであろう狼を考察してない今木さんの印象が悪いですね。昨日も言ったんですけど、これは。っていう感じですね。う,うん。なんか、差異がつけそうだっつけなきゃいけないと思っているから、今木さんの視点だったら。っていう感じですね。まあ、僕への別に、僕、疑いは別にいい,いいと思いますよ。そんなに。 要素として取ってない、うん、ここに関しては OK ですそうですねまあ、僕から見た時に柴犬を正直最初強人かなって思ってて V さんが人狼だろうなっていう風なところの推理からちょっと伸ばせなかったところが申し訳なかったなとまあ、V さんしてで多分印象悪くてかつなかなか僕自身のですねさ、うんもん僕もちょっと応急してしまったところがあったのでちょっとそこは僕の完全落ちとかなと思うので申し訳ないですうそうですね柴犬さんオ,オカミのスケールを出したなら ま、ケースケさん、ま、言ってた通りに、そのもう一路を探す、まあ、落ちてない前提で考えて欲しかったなとはちょっと思いました、ね、それでは、今木さん、どなたに投票されますかいもすけ投票で。いもすけさんに1票目が入ります。では続きまして、5番、慎太郎さん、どなたに質問されますかま、じゃあ、梅剣さんで。はい。梅剣さんって、まあ、今日柴犬さんの占い師に若干違和感があったわけじゃないですか。 うん。今木さん投票しましたけど、若干迷ってました、もしかして。それとも最初からもう今木さん投票するつもりでしたもう今木さん投票するつもりではあった。うん、うん。一応、なんか、う,かうん、ほころびがなんか出たらいいな、ぐらい、<ー>芝県がチ外的にははは、うん。けどまあ、その後出てきた、芝県なりの思考とか、うん、まあ、いろいろ聞き取れ、なんか汲み取れたから、うん。印象変わらずかな。 了解です。まあ僕もね、まあ今木さんという占い師探偵のオチとはそこまでなく、まあ僕占いも自分的にも納得してる部分はあるんですけど、うん。まあ今木さんやっぱ人間っぽいなって思考が、うん。あんま変わんなかったな、うん、僕の中で。昨日今木さんって結構、ケースケさん投票に不安を感じてる人物だったんで、僕はあんまりあれを偽装感情と思いたくない。うん。という結論。うん。以上です。 それでは、慎太郎さん、どなたに投票されますか今木さんです。今木さんに2票目が入ります。では、続きまして、9番、い助さん、どなたに質問されますかまあ、梅健さんで。はいはいはい。まあ、今木が強人やったとしても、今日釣れれば、結局梅健さんが釣れるので、うん、続くのでね。 って、うん、なるから、なんか、まあ、今木で本来終わると思ってるんですけど、うん。なんか僕もあんまり話せることがなくて。うん。まあ。そっか、今杉さん目線、僕人狼があるんか。一応ね。そっかそっか,か。隠しろかと思ってた。いや、ありますよ。<laughs> なんで一応お話を伺ったんですけど。うん,うん。うん、まあ、だって、まず梅健さんが今木に話を振って、 あんま話すことないって言ってるから、あんまり人狼と思えてないんですよね。うん。だからまあ、なんか、こんな感じになりました。芝県芋介を本当にどこまで追うかだから、イモス介カラスマは絶対追ってないから、芝県うん、うん、今マキをね、昨日の議論中もずっと考えてたけど、なんかね、ないと思っちゃったし、もうあとは盤面関係なくシンプル芝県と圭介さんの発言でも決めたところあるから、 よかですそれでは、いもすさん、どなたに投票されますか今まで。今まさんに3票目が入ります。では、続きまして、10番、V さん、どなたに質問されますかじゃあ、僕もこの流れに乗って、梅健けんさんで。なんもないよ、もう。何 <laughs> もない, <laughs> もないまあ、でも、僕のセリの本戦は、けいすけさん、うん、今まさんに、ローで終わるかな。 っていうので、まあ、なかったら、これはもう柴犬さんのシーンを決め打った進行だから、宇部県さんが狼で自動的につられるから、うん、まあ雑談しようかなと思ってるんですけど。うん、なんか、うん。うん、まあでも宇部県さん、ねうん、あ、どうぞあ。いや、柴犬モスケの時に今木さん、かみ通った時の勝ち筋とかをいろいろ考えてたんだけど、昨日うも。かみ通った時って、まあ、残り3縄で、まあ、柴犬さん別に安定進行へつれるじゃないですか。で、残り2縄で、 まあ潜伏狂人とかその辺どう考えるかわかんないけど、まあ、もしかしたら圭介さん釣られて潜伏狂人押してる読みで釣られるかもしれないじゃないですかもうそうなった時って,聞いて梅賢美さん、芋ケに人狼いるよねって推理がみんな伸びてわざわざそこまで推理を伸ばさせる必要があったのかなとか思ったり思わなかったりラジバンだり うん、まあ、いもすけさん、ちょっと気になるのは、今日の占い位置がおかしいなって言ったとこぐらいだけど、<laughs> まあ、いもすけさんののでもいいです。それでは、V さん、どなたに投票されますかいまきさんに投票します。いまきさんに4票目が入ります。では、続きまして、11番、芝県さん、どなたに質問されますかいもすけ。はい。お疲れ。えいまきに投票します。 <laughs> 今木さんに5票目が入ります。<laughs> 投票の結果、<何>本日処刑されるプレイヤーは、今木さんです。はいはい、何ちいかわ。容疑者を処刑したにもかかわらず、再び恐ろしい夜が訪れました。そして、人狼によって市民が殺され、翌朝、人狼と市民の数は同じになりました。人狼陣営の勝利です。おめでとうございます。何よ、ちいかわよ。えー、そこに。皆さんお戻りくださーい。<laughs> まあ。うわ、かと、ナイス。 マジか。よかったな。マジか。おてなかった。ラジワンダリ言ってる暇じゃなかったな。ボケてるから。はい、ということで、映画弁をちょっとやりましょう。はい。絶対よかったと思ったんだけど。え本当に負けてるこれ今。はい、ということで、役職のチャを発表させていただきます。では、まずは人狼お二人。 イモスケさんと柴犬さんの狼同士でございました。そして、え、それをサポートした教人は後にしましょう。占い師が今木さん。は、うん、い。霊媒師、辻会慶さん。騎士、マイバイさん。うん、ちなみに、えっと、今木さんグッチョブでございます。うん、はい。人狼が今木さん襲撃して、うん、マイバイさんが護衛して成功。うんうん、そして、潜伏狂人。はい。 お、あんけさんが今日、ケンスケなんだすげえマジかいい位置いや、そっす。いい位置だね。これはすげえな。かっこよ。いい位置だな。ナイスすぎるわ。すげえな。めちゃくちゃいい位置いるな。いや、全く売ってなかったな。